爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第13節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。ホームで敵を迎え撃ちます。試合が始まりました。那覇デカル。さあ、ここからどう攻める。トミレッティ。センタリング、ジャンプ。中へ上げた。ハーティ。オフサイドトラップにかかった。シュジール。ドリブルで上がる。スフォルガ。トゥルキウマス。これはなんだ？折り返す。空中戦。またレリー。コーナーキックを得ました。マイナス方向へのパス。ファーサイドに上げた。コーナーキックです。ジャンプ。これをプッシュ。アート。スライディング。またレリスローイン。前が空いた。ここで大きなセンタリング。さあ、どちらがボールを支配するのか。ドリブル。セダ。ここで折り返す。最終ラインの押し上げが早い。セシースペースができている。さあ、ここからどう攻める。トゥルキウマス。中へ上げる。ハイボールを競り合う。ヘッドパス。これはファールです。スフォルガ、このフリーキックはどうご覧になりますか？狙ってくるかもしれませんね。直接打ってきた。さあ、このまま攻め上がれるか。
プレスをかけます。ポミレッティ、一進一退、ムアトヤイ、ふわっと上げる、ヘッドでパスを送る、ホイレンス、シュート、ゴール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 決まった。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、ウルキウマス、チェルニー、カンバル、スフォルガ、ピッチを優雅に徘徊します。オフェルマルス、ダブルゴール、着実に点を重ねます。さあもう一度見てみましょう。チェルニー、パタンギャイン、シュート、これはコーナーキック、これは決めて欲しかった。入るか、入った、ゴール、ブリリアントゴール、得点は2対1。ただいまのシーンもう一度振り返ってみましょう。前半戦終了です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対1。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。後半戦開始の笛です。スフォルガ、オフサイドを取りに行った、フォルネンダー、ハタンギャイン、つながればチャンス、フォルネンダー、主審笛を吹いた、うわー、これは危険なタックル、退場でしょう、間違いなく、これは相当激しく痛がってますね。代わりの選手を入れるしかないでしょう。キープ、攻撃の手を全く緩めません。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、
スローインです。シュート、ゴール、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。得点は4対1。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。彼は本当に。おっと、足がかかった。ムアトヤイ、おっと、これはイエローでしょう。少しレイトタックルでしたね。ナハデカル。ピッチを優雅に徘徊します。これはゴールキック。これは惜しい。スローイン。ホイレンス。カンバルッピ。トゥルキウマス。エディンソン。スローインです。オフサイドにはならなかった。トゥルキウマス。セダ。スフォルダ。狙いすぎたようです。果敢にスライディング。リザーブの選手が体を動かしています。シュジール、コーナーキックになります。おっと、選手の交代が行われる模様です。おっと、ファールを取られました。チーボグ、これはイエローカード。熱くなるのはまずいですよ。ここは集中どころでしょう。直接狙った。ガンガンプレスをかけます。オフサイドを取られました。シュジール。フォルネンダー。出た。ハタンヤイン。主審ファールを取りました。頑張る。ヘッドでチーボグ。シュート、キャッチできない。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。味方を探してますよ。フォローが遅いですね。トゥルキウマス。これはコーナーキック。さあ、セットプレー、何をやってくるのか。繋がりません。ハーティー、ふわっと上げる。オフサイドフラッグが上がる。
ドリブルで上がる。オフサイドはない。ふわっと上げた。コーナーです。狙いすぎたようです。さあチャンス到来。チャンスを伺います。シュート、外してしまった。これは決めなければいけない。ヘッドで走り込んできた。いっけいっけ、ドビッドブー。落ち着いています。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。完勝です。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。